飛行機左手前方からの、向かい風になります。前方風が徐々に右前方からの風と変わっております。前方かけで本日エクモの上ではございますが、この先のところどころから揺れが進んでいます。静かな時間帯に消防しましたが、どうぞお座席では特選の風景に備えまして、常にシートベルトを締め飾ります。操縦席から重ねましてお願いを申し上げます。この飛行機のその先、実況少々いたしますと宮古島を通過してまいります。現在目的地は長崎空港への到着予定時刻は定刻の17時55分、午後5時55分の到着予定となります。長崎空港への降下中は特に気流の方もついた揺れは少ない状況であることを考えております。また現在目的地の天候は晴れ、長崎の方は室温30度を超えています。31度を考えております。東京都は基本教育を受けさせてしまいます。皆様、体調などで十分にお待ちください。本日は、日本航空を受けさせていただきましたことは、改めまして、お願いします。